どうも、アナチです。どうも、ティンコタ、キョロヨブライスのダメリキョー一緒にねえ、何今日コラボ今日コラボ動画いや、なんだと思ってそこに座ってるんですかいや、わかんない。トーク動画回ってんのも回ってますマジか。あれ、ダミーじゃないダミーじゃありませんダミーじゃないしっかり撮影します見てないよどうせ俺はまた見切れてんでしょやめてよ。また静止画になってんじゃん。撮っとくから後で。前回はさ、トモキに自己紹介してもらったんで、ちょっとコタ簡単に自己紹介お願いします。はい、自己紹介。コタです。ありがとうございます。あ、よし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 。まあ、令和総担当の2人ですよ。私、オムライスが好きなのよ。はい。え、作れるオムライス舐めないでください。岩手と千葉の名産何だと思ってるんですか。いや、もう、何オムライスですよ。いやいや、名産オムライスってないでしょ。発祥。まだ卵とか鶏肉ならわかるけど、ディズニーが初めて作ったんだ。オムライスを？うん。叩かれますよ、だって。俺とディズニーさんに叩かれますよ。すみませんでした。コタのオムライス。はい。トモキンオムライスを作っていただきたい。またその感じ、はい、いいですね。ちょっと別に勝負ではない、勝負ではない。え、一個のでかいオムライス作るのか、こんくらいのオムライスを100個くらい作るのかと。いやいや、後者は何それ後者は何それ配るに決まってますよね。うん、何配るんですよ。食べやすいな、そこら食べやすい。なんでやねん。ご近所付き合い良くなるだけじゃん。で、ノリであの QR コード作って、チャンネル登録お願いします。そのやり方ありそう。一応巨大なオムライスなんだけど、分かるように半分に。はい。こう区切るよみたいな感じで。分かりました。やっていきたいと思います。任せてよ。意気込みどうぞ、お二人。任せてよ。どうぞ行きましょう。このもう怖くなっちゃったね。今のやられた後にはね。それじゃあ行ってみよう。はい、それではお二人準備いいですか。はい。なんか作り方わかんないとか、はい、言ってますけど、トモキン特に、はい、大丈夫そう。わかんない。やってみないとわかんない。あ、なので、まあ作れるっしょ。お願いします。で、前回同様ね、あ、なんか見せ所来たぞってなったら、私あのカメラ寄ってきますから。はいはい、はい、あの滑ってもいいですし、一発でやってもいい。カメラカメラ、あ、来た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 。あ、これ見たことあるな、これ。あ、1枚です。じゃあもうサクッと作ってってください。じゃあ自分玉ねぎ切るんで、ささみ切ってください。はい。お、そこは協力でいいんですね。協力プレイでいきましょうか。はいはいはい。これ肉汁がすごいわ。見て見て、肉汁がすごい。それ肉汁って言わねえな、多分。焼いた後。うん、それ肉汁って言わないな。コタの技術がすごい。ちょっと寄ってきますね。これみじん切りをしっかり本格的にやろうとします。はい。あ、ささみもそうやろ。いやいやいや、おかしいおかしいおかしい。ささみみじん切りって聞いたことないから。なんかさ、俺のイメージさ、オムライスってさ、彼女とかさ、こうなんか女の子に作ってもらいがちじゃない。どうですか、そこら辺の2人の事情は。だってね、いっぱいいましたもんね、僕たち。もういっぱい作ってきましたよ。おお、あ、なに、相手に作ってもらったじゃなくて。作ってきました。あー、いい男。作ってもらってたんですか。作ってたの。え、どういうことで。オムライス作ろうよって言って一緒に作るのが醍醐味なんだよ。え、何それ。あ、じゃあ、あ、分かった。コタは彼女と一緒に作りたいタイプだ。あ、そうなんだ。なるほどね。亭主関白タイプ。え、亭主関白タイプじゃないよ。きっとね、二人ともこう彼女はいたことあるじゃないですか。いや、俺ない。俺もない。いやいや、ちょっとそこは答えだよ。まあ、今いたとしてさ、はいはい、こうなんか思い出の料理とかあります？彼女とこれ食べたとかさ、トモキンの彼女との思い出の一品というか、はい、付き合う人全員ご飯がうまかった。自炊上手だったんだ。そう、自炊上手で、で結構作ってもらってて、うん、で大学の時ね、うん、お弁当作ってもらった。うわ、嬉しいやつ。キュンするやつじゃん。結構青春だよね。いや、それは熱いね。それをあの作ってもらったのを、ちょっと泣いてる、大丈夫？今思い出して泣いてない今。間が今、コタが不安そうに今覗いてたよ、コタが。思い出して泣いてるのかな。もう料理できない。もう料理できないよ。やっぱお弁当のさ、やっぱ一番メインの具ってなんだって、ね、例えばハンバーグとかあるじゃないですか。あ、でもそれなんだったんだろうな。おいおい、覚えてないのか。で、オムライスも作ってもらったことあると思う。あ、そうなんだ。あると思う。覚えてはないと。違う。あると思います。違う。あると思いますが、全部美味しすぎて、美味しかったっていうまとまった思い出。なるほどね。そう、ほぼ毎日。何、同棲してたの。いや、同棲してない。同じ大学。同じ大学の人で。あ、いいね。いいね。図書室の休憩スペースみたいな。うわ、
それが青春だった。青春すぎるよ。いい青春ですね。え、コタの話も聞きたい。コタコタ何もないっすよ。話せお前一番話に包まれてるんだからずるいよそれ。なんで何俺一番オープンじゃない恋愛とかに。この3人は結構オープンなタイプの方だよね。いやオープンだよ。恋愛層で言ったらオープンな方じゃない、うん、さあやります？まあコメントでやっちゃう？戦っちゃう？いいっすよ。いやーちょっと厳しいなそれ勝ち目ねえわ。お前また泣くんじゃねえの？うわしない。俺田んぼに行って。なんか泣くとき俺田んぼに行くと思うなよ。帰りたくなんじゃないの？わざわざ福島に行ってね。めちゃくちゃいじられてる。いやでもやっぱあの注意喚起があったおかげで誰もあのいじりすぎだよっていうコメントなかったよ。トノキンとケントに対して。うん、そうそうそう。いや俺いじりすぎだと思ったけど。やばいやばい。内側？急に内側。裏垢でやってるぞこいつ。裏垢でやってるぞ。知ってますか？あの後。やばい。いじりすぎて田んぼに行って泣いてました。わざわざ。あのトモキンカットインしていいよ。このコタがちょっとねまだ思いつかないって時にこういうのありましたっていうエピソードありました。あ俺あれあるわ。熱海行ったんだよ。あいいですね、うん、熱海いいとこじゃん、うん、で海も近くてさ、うんうん、あそこフルーツサンドみたいの売ってるのよ。おいはいはいはい。そのフルーツサンドを食べてたの。その時トイレ付き合ってたこと、はいうん、めちゃくちゃでかいトンビに襲われて、フルーツトンビフルーツサンドフルトンビ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 トンビフルトンビトンビがフルトンビになっどっか行っちゃう。確かにそれはフルーツトンビだわ。でもそこで俺も逃げちゃって男らしい姿に見せられなかったっていう後悔。あ、なるほどね。大学まで彼女いなかったの。あ、俺と一緒だ。俺も大学デビューなのよ。だから岩手の時はマジで何にもない。あ、じゃあコタは上京してきたんだもんね。そう、うんうん。じゃあ東京で、うん、まあ初めて彼女さんができたみたいな思い出かな。うん、なんか初デートどこ行ったの、その分かんない東京で。え、初デートっつったらもう浅草ですよ。あ、浅草食べ歩きですよ。愚問だな。マジ愚問だった今。コタってさ結構なんか器用なイメージなんですよ。彼女に料理作ってあげてそうなイメージなんですよね。なんかその姿も、うん、え、それガチでないの、彼女になんか作るとかは。いや作るはあるけど、うん、なんか一緒に作るが多い。あー素敵。一緒に作りたい人。おう、やっぱそうっすよね。一緒に誰と何をするか。いや、いいこと言った。誰と、何？ん？何でもない。カットして。惜しいね、今惜しいとこに行った。あ、雰囲気作ったよ。こんな感じで具材は切り終わりましたね。はい、ありがとうございます。で、これ4号ライスです。コタが彼女だと思ってさ、これどんな感じなの？どんな感じなの？え、怖い！熱いの怖い！大丈夫か？俺がやってあげるよ。ちょっと待って。まず、そんな彼女いる？危ない。あ、かっこいい。急危ない。あ、危ない。本当に危ない。本当に危ない。ああ、テンパってる。テンパってる。テンパってる。おお。コタはやっぱ攻めます攻めます。美味しそうそれ。コタ。いや、マネ。これは王道で勝負しようかな。あ、ケチャップね。オムライスにしない方がいいんじゃない？確かにこのまま出しますか。おい企画企画。オムライスにしてくれ。そんなでも見て見て色がすごい。あ、いや全然違う、紅白じゃん。違う、もうケチャップライスみたいな。もうだからキムチで十分いけてるね。チーズとかないのこの家。ああ、ちょっとですね、ごめんなさい、買ってません私。全然ダメじゃん。すみません、なんかなんでチーズないの。あ、怒ってる。もうできないよ。あ、こんな感じなんだいつも。もう俺できない。なんか火ついてない。しっかりしてくださいよ。チキンライスっていうのはあれもうほぼチャーハンですから。あ、べちゃべちゃにならないようにね。べちゃべちゃになるのが一番良くないと思ってるんで、まあ、僕から言わせればコタ君ちょっと早いですね。ああ、なるほど。パサパサのオムライス食べたいっすか。ああ、なるほどね。もう火ついてなかった。かわいい。コタかわいい。火ついてないのにずっとね混ぜ混ぜしてたね。やだ、トモキさんみたいに扱われるのやだ。いや、なんてこと言うんだよ。どこで言ってるの。でもこれ明らかに色違うね。こっちのね、右側がコタで、はい、こっちがトモキンですけど。いけるかもしれない。トモキン、ちょっとこ左側向いて。あ、取れた？あそこについてた。ちょっとこっち見て、ちゃんと。あ、そうそうそう。
はい、なんで、はい、俺が舐めろうとしてたの、はい、ペロペロすな、ペロペロすな。バター、デカバターですね。そう、やっぱね、これくらい油を使わないとダメなんじゃないかっていう、はいはい、ベイブレード対決させます、ね、懐かしいベイブレード。ゴーシュ、やめなさい、やめなさい。おー、いった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 勝負。おー、いったいったいった、どっちもいった、どっちもいった、どっちもいった。めっちゃいい。そしてバターのいい匂い。できました。ちょっと待って、ちょっと待って、こういう芸術、これ、あ、こういうはみ出ちゃってるやつだ。そうです。あ、できない。おかま熱い。おかまみたいな。今投げなかったね。いくよ。はい。お、お、お、すごい、いい、お、すげえ、すげえ。いくよ。うわ。ちょっと待って、これ全然映えねえぞ、これ絶対。いやいや、そっからいけるか、修正ね、2人の修正で。でも匂いは一流の匂い、一流、美味しい。トモキンコト、ありがとうございます。いや、マジでうまそう。かつでかいね。でかい、すごいわ。いいですか、早速。はい、食べてください。どっちから食べようかな。最初、じゃあ、コタから。はい。じゃあ、いいですか？どうぞ。いただきます。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。すごい。超うまい。ありがとうございます。え、卵、ふわふわです。はい。素晴らしい。素晴らしい。やばい。で、ライスも、超しっとり。で、味付けも、タバスコもちゃんと効いてる。うん。ちょっとピリ辛、うん、キムチも効いてる、はい、新しい、そこがポイントです。これ高得点、よっしゃい、すごいです。めちゃくちゃいいなやだな、なんで毎回後なの。じゃちょっとトモキンライスいっていいですか。いいなちょっといただきますね。お願いします。トモライスいただきます。うん、待って、うん、めちゃくちゃうまい。うわ、これいいわ。でも全然違うね、二つとも。え、ちょっと食べてみて。え、マジでうまい。え、これはうまいわ。いただきます。うまい、うまい、うまい、うまい。これお互いに自分たちのうまいでしょ、うん、え、これ自分の食べ、自分食べた、うん、うまいでしょ、お互いに自分で。トモキン一回答えに行こうか。いただきます。これうまいわ。うまいよね。これライス特徴的だよね。これ意外とないの。うまいよね。うまい、両方うまい。こっちの方好きかも。あー、マジか。そっかそっかそっか。いただきます。スタンダードな。うん、おいしい。優しめの、はい、すごい、ありがとうございます。すごくいい。卵ふわふわだよね。うん、確かに。いただきます。うん、ちょっと辛い。あ、そうです、タバスコも入れてるんで。美味しいですね、これも。ピリ辛が好きな人は。ちょっと韓国の元カノがちょっとちらついてます。今ちょっとこうここら辺から行きますね。あ、今覗いてんだ。はい、覗いてました。覗いてんだ。お世話になってます。どっちもいいじゃないですか、それぞれの良さがあって、ね、いいと思います、とても。検定先生からお墨付きですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、うまっ。うん、これマジでうめえよ。これみんなさ、多分減ってないじゃんって思うじゃん、うん、めちゃくちゃ減ってます、これほら。半分、半分減ってますね。こっちもないですから。動くね。はい、食べていきましょう。じゃあちょっと質問募集したんで、ちょっとあのたくさんいただいてありがとうございます。全部答えられないんですけど、ちょっと抜粋して、抜粋して、はい、ちょっと2人の携帯でちょっと選んでいただいて。抜粋よ。3人で旅行に行くならどこ。うーん、とりあえずどこに行っても楽しめる。まあまあ、それはまあ、どこだろうな。え、でも俺それこそこのメンバーだったら、あの地元案内してほしい。うわー、いい。岩手、福島、千葉、うん、確かに。三代目、岩手三代目、何でしょうか。はい、冷麺。はい。じゃあ、じゃあ、まあ、冷麺。はい。ラーメン
あんたは偉い。あんたえ、ボケだよね。ボケですけど。あ、だよね。ボケですだよね。ボケですなんて言わせないで。なんてこと言わせない。わんこそばだよね。わんこそばか。うん、え？あ、お前マジでそれ知らん。え？やってるわ。え、何？バーメンって何じゃ逆に。ラーメン。あ、ラーメン。編集無線か。編集無線は。え、こだ。バーメンって言ったよね。ラーメン。ラーメン。ラーメン。今明らかにバーメンって言ったよね。え？ラーメンって言ったじゃん。いや、バーメンって言ったよね、あなた。え、じゃあワンコそばはガチで分かんなかったの？何で分かんなかった？コタさんの歯って通常より本数多くないですか？おお。どういうこと？どういうことですか？歯の本数が人の本数じゃないという。歯の本数が多いんじゃないかという。これに関してはどうなんですか？都市伝説があります。自分の質問なんですね。ピンポイントに、ピンポイントに。これやっぱ気になってたんだよ、この方は。おのっちのチャンネルじゃないと聞けないから。聞けないから、そう。ここ全部毎晩偽物です、僕。あ、そうなの？そうなんだ。え？そうなの？はい、あの野球のボール当たって全部なくなりました。マジ？え？ガチ？怖っ。うん、セラミックです、僕も。初耳。俺もオールセラミックだよ。そうなんです。ミキノクブラザーズじゃないわ、君ら。セラミックブラザーズ。セラミックブラザーズだ。マジか。じゃあこの方は察しがいいってことだね。察しがいい。バレてた。うん、そういうことだね。セラミックなんじゃないかって。多いわけじゃないか。うん、確かに多くはない。多くはない。本数は通常です。ただセラミックっていうことを、だ惜しいとこまで言ってましたね。確かに確かに。彼女からは何て呼ばれたいですか、もしくは何て呼ばれていましたか。なるほど。気になりますね。これ、あなたちゃんと最初答えなさいよ。気になりますね。はい。いや自分はコタですよ、そのまんま。僕は大学の頃からコタでやらせてもらってましたから。せーの、ポンポンでよ。せーの、トモキヒロくん。面白くない。面白くない。俺はずヒロくん。一番はずいんだけど。自分の理想の呼ばれたい名前、ポンポンポンね。ポンポンポンね。せーの、トモキヒロコタくん。トモキくん、コタくんへ、お二人が思うおのっちのすごいところを教えてください。あー、いいんですか、聞けるんですか。だからまあ、今まで言ってないやつがいいよね。あ、まあね、まあね。元気とか明るいとかは、うん、結構言われ尽くしてるじゃん。それじゃないやつ、ね、もうだって2ヶ月も暮らしてますから。隣に、ね、YouTube が発してますから。そういうさ、あのありきたりのものいんないです。いらないよね、もう。それはもう表面的。あ、ダメ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 。そう、そういうのない、もう一個深いところですね。そう、深いところ。みんな知らないところを知りたいわけ。そう、俺らしかわかんないところ。ください。そう、それをさ、出してあげる。うん、そうだ、お願いします。そうしないとさ、なんかこれ見てね、なんか新しい発見何もなかったことになっちゃうもんね。それだって質問答える必要ないですから。確かに。ください。みんなわかってますもんね、うん、その明るいとか元気とかっていうのは。そう、わかってる。うん、答えるまで長えな。考えてんな。しかも口の中に物入れて答える気ねえだろ、お二人して。ほら、答えますよね。答える？答える？答える。では焦りすぎない。あ、ごめんごめんごめん。本当に焦り。勘弁して。頼む頼む頼む。なんかそう言われるとちょっとね、また答えたくなくなっちゃったかもしれない。あ、それごめん。マジごめん。じゃあもう一回出してもらっていいですか？言おうと思ってたやつ。元気とかだと普通すぎるもんね。うん。だからまあ。俺たちもね、そういうの飽きたっていう。うん、そうだよね。やっぱ結構聞いてるし、みんな。うん、それしかないって思われるのもね、なんか、うん、こちらとしても、そんなわけないよって。うん、確かに。どっちはもう、こんないいとこあるよ。あー、それそれそれ、それが伝えなきゃいけない。一緒にいればいるほどいいって。ねえな、お前ら。お前、元気とか以外ねえな、この感じ。ん？全然出てこないじゃん。ないです、皆さん。元気と明るさ以外ないです。投げ投げ。これで合ってたよね。合ってたよ。よかったよかった。よかった。いい間がいい。間がいい。こういうとこで。間がいい。撮影裏の3人の絡みはどんな感じなのか。こんな感じ。一緒です。一緒です。女性のどんなところにキュンとしますか。私は素敵な笑顔。こうニコめちゃくちゃくしゃっと笑って。でもめちゃくちゃわかる。くしゃって笑ってくれるこの顔が好き。笑顔いいですよね。3人の似てるなと思うところはありますか。笑いにストイック。あー、いいじゃん。ハードルしか上がんないけど、次からの動画。この分かるわとか言っちゃった。最悪。絶対出たくないわ、私。お互いに、ここちょっと変わってるなと思うエピソード。変わってるなってなんだろう。髪型。おい、髪型。美容師さんいるんだから。インスタ繋がってるんですから。インスタ繋がってんの？繋がってますから。インスタ繋がってる。YouTube もちょっと見てくれてる可能性ありますから。ごめんなさい。イテウォンでこうやってた人じゃなかった。あー、イテウォンクラスじゃないよ、俺。イテウォンクラスじゃないよ、俺。マジで来ちゃったよ、俺、この木の髪型。そうですよ、あれ、ひどいですよ。2分で終わりましたみたいな。めちゃくちゃ集中してやってくれてますから。大丈夫です。集中して2分。集中してて、2分全然変わってないんじゃないか。そこが大事、2分じゃないよって。私、年齢上なんですけど、めちゃくちゃ可愛がりたいっていうか、でも、絡みたくなっちゃう。あ、そうそうそう。
え、逆に答えからしたら先輩じゃん、うん、どういう先輩？ちょろい先輩言った、ついに言ったんだこいつ。逆にさ、コタはさ、うん、コタも年齢さ感じさせないよね。あ、確かに。だから先輩に可愛がられる後輩上手よ、うん、そんな下に見えない、そんな下に見えない。ルザーですよ、トムさん、ごめんな。いや、いいよ、いいよ、ね、ずるいよ。そうやって俺だって本当は思ってないですけど、ね、大丈夫、マジここ使わないから。でも髪型は本当です。ああ、ここだけ本当かよ、やめてくれよ。これ、糸ちゃんさん、今年中に挑戦したいことありますか？おこれ、トムキンだけ答えてあげようよ、糸ちゃん。まあだから俺はだからそのやっぱ SNS というものがどういうものかっていうのがもうこの今年の一番の目標を解説できたらいいなっていうのね。確かにね、10万人より SNS の。ああ、なるほどね。その延長線上にあるじゃん SNS。 トマ君、本気で筋肉つけませんか？来年フィジーク参加のおのちとともに。いやー、それなんかさ、やっぱフィジークはおのち一人で挑戦した方が目立つよ。うん、まあキャラ的にもさ、トモキンのこの感じでさ、バキバキになったらちょっと怖くない？怖はおもろいよね。怖はおもろい。なんか笑っちゃう、ちょっと。笑っちゃうよ、ね。笑っちゃう。えみたいな。カンガルーみたいな。めっちゃマッチョ。そう。ああいうよね、いうよね。あ、コタ君に質問です。オノザップ始めてどのくらい痩せましたか？でも、マジで顔はシュッとしたよね。うん。え、キロで言うとどのくらい痩せた？ 2.5 っすか。すごっ。お、すごいじゃん。すごいね。そう。まあ、だからなんか、そのオノザップ始めた時点から換算するとそのぐらいなんですけど。うん、うん。食中毒。あ、大丈夫ですか？あ、その単語やめ、その単語やめて。お互いの好きなところ、嫌いなところを教えてください。あ、嫌いなところないよ、俺マジで。そうだね、ちょっと気まずいからやめよう、この人。なんあるの？逆にあるの？今の感じあるよね、俺にね。いやいや、そんな、そんな、ないっすよ。あるじゃん、ある感じじゃん。お互いの好きなところ教えてください。いや、本当にノリがいい。ノリがいい。ありがたい、ありがとうございます。いや、ないのかい、お前。いや、ないのかい。俺しか喋ってないよ。ありがとうな。ありがとうね。ある？あ、じゃあ言ってちょうだい。言ってちょうだい。一個だけでいいから。いっぱいある。ちょっと迷っちゃう。早口で言われちゃうから。そう。あー、ごめんごめん。俺、そう。その癖なんだ。言おうとしたらぶつかっちゃう。言おうとしたらぶつかっちゃう。一回、お口ミフィンするから。はい、どうぞ。だから、言うよ。はい、どうぞ。3人で一泊旅行するならどこに行きたいですか？一泊か、だからその3つじゃダメなのよ。一泊はちょっと、一泊だったらあれ、内藤行きたい。ああ、それかあれ、静岡、俺行ってたし。ああ、はいはい、俺住んでたから。ああ、確かに。一泊で静岡、そこも行きたいわ。うん、そこもいいね。あ、結婚願望ありますか？するとしたら何歳くらいか。わし40までにはしたい。俺も40までかな。40って結構遅くないですか？結構、だってもう俺今年31だもん。ああ、すっごい。僕は30で結婚したいっす。いや、言ってた言ってた、24の時言ってたよな、たぶんみんな。言ってた、羨ましい。まあ30までにはみたいな。羨ましい。気づいたらもう30手前もんね。30です。ネガティブ人です。ポジティブ思考になるにはどうしたらいいですか？レガソーを見てください。ほら、いいかいって。俺も結構ネガティブ寄りの。あ、そうなの？意外。結構気にしいというか。へぇ。そう、だからもう今日のね、滑ったとことかも家帰ったらもうめっちゃ話してるな。水のシャワー浴びながら。いや、でも本当になんか人からエネルギーもらうのが一番早いですよ。自分で考え込まないで、いろんな人からもらうっていうのが一番いい。あとさ、ランニングとかも結構リフレッシュになるよね。うん、お友達も増えるし。そう、お友達俺増えてないけど、ランニングからポジティブじゃなくてネガティブになっちゃう。また水のシャワー浴びちゃうから。冷水。座右の銘は何ですか？シンプルに感謝かな。感謝したらなんか何でもなんかポジティブに受け取れるから。俺は感謝、うん、前言ってたもんね。感謝いいな。2人のもちょっと聞きたいな。でもな、ほんと偶然というか、うんうん、感謝。あ、一緒だったんだ。ああ、なるほどね。え、ことはなんか、なんかこの流れでちょっと言いづらいんだけどさ、うんうん、俺も感謝。お前ら言ってんだろ、お前ら。やってんな、これ。そうだったんじゃん、やってんだよ、これ。え、もし1日だけ行けるとしたら、過去か未来かどちらがいいですか？うわー、1日だけよ。これは過去です。俺は未来。え、俺は過去。過去1日だけだよ。うん、ずっと戻れんだったら過去がいい。俺ずっと戻れるんだったら。なんかあったんだ。なんか相当後悔してるけど。なんか後悔してる。なんかあったんだと思ってた。闇だね。何やったの？ずっと戻れるなら過去がいいって。戻るんだから、それ。やっぱネガティブだ。なんか抱えてるよ、これ爆弾。なんかあるやん。何やったの？いや、なんもないけど。元カノ、元カノ。なんもないけど、やり直したらなんかもっと。やっぱね、トンビに襲われないぐらいしっかり掴んでよかった。そう、トンビをこう掴んで、ガーンって。トンビが来るから、クッて。え、なんで過去なの？まあ言うたら野球とかもさ、あの時もうちょっと頑張ってればよかったなとか。
っぱいろいろあるじゃないですか。でも1日しか戻れなかったら意味ないじゃん。遅い意味で、ずっと戻れるんだったら過去でそういうとこやり直せるけど、1日だったらやり直せる。逆に未来はなんで1日だけよ、未来の。未来だったら、日本の未来を見る。日本の未来こんな感じなんだ。だからまあ、その家電みたい、家電未来の家電を見たい。しょぼい。3人でマラソン出てほしいな。あー、でもね、ちょっとやっぱおのっちがね、これやってる人は分かるけど、うん、レベチなのよ。あ、まあ、まあ、そのスピード化、まあまあ、その3分台って、うん、普通の人は出ないですから、まあなかなかね、普通の人は6分早くて、ね、まあ、5分台ぐらい、ね、でも3人でランニング行きたいよ。あ、そう、うん、でもいいよ、行きたくなさそう。目が座ってますけど。YouTuber 以外に興味のある職業はありますか？ゲームクリエイター、トレーナー、自宅警備員。おお、令和層メンバーで行きたいところはどこですか？あー、令和層メンバーで、ね、メンバー全員か。海外ロケとか行きたいよね、うん、韓国とか全員で行きたい、うん、あと北海道とかのファンの方多いじゃん。あ、だから北海道も行ってみたい、はいはい、沖縄とかだ、はい、うん、みんなでそういうなんかアクティビティなさ、レジャーなことやってみたい、うん、みんなでダイビングとかさ、いや、いいね、こういう映像を撮りたいよね。撮りたい。じゃあ終わりですね。終わった、本当にありがとうございました。やっと終わった。いや、嫌だった。ようやく終わった。うじゃねえよ。辛かった？ストレス？やばかった？ええー、そんなことないです。ああ、すごい嫌そう。嘘だよ。嘘嘘。嘘。ショートあるから、ショート。ああ、ショートだ。ちょっとまたチートデイでお呼びします。すいません。これね、これなんか、ね、大丈夫この終わり。あります。終わりは絶対グダグダ。あれやなんかまた新しいのでやりたい。やった。またリクスします。食べたいの。うん、ぜひ作らせてください。これで上がっていくんで、はい、俺の料理スキルも。あ、確かにお願いします。ぜひ。福島駅で終わった後の爆食チートデイで。あ、それはもう本当のチートデイ。もう何にも気にせず。何にも気にせず、本当に。ケーキ食いたい。俺誕生日だ。うわ、そうじゃん。11月22日。うわ。手作りケーキ。お願いします。お願いします。考えましょう。え、やるかどうかを考えます。検討します。持ち帰らせていただきます。やろうぜ、頼むぜ。持ち帰ります。大丈夫です。大丈夫です。やりません。ありがとうございます。